はい、こんにちは、つづみです。今日はリアリティのアバターを使って OBS で配信や録画をする方法を紹介していきますので、興味のある人はぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに準備が必要になるので、ダウンロードするものを紹介していきます。 A パワーミラー、ミラーリングソフトになります。リアリティ、OBS、 こちらは録画や配信をするソフトになります。またボイスチェンジャーを使いたい場合は VB ケーブル、バーチャルオーディオデバイス、こちら仮想オーディオデバイスになります。音の入出力をコントロールしたい時に使います。あと恋声、こちらがボイスチェンジャーになります。準備ができたら早速やっていきましょう。はい、それではですね、OBS を起動していただいて、このような画面に、まあ OBS の標準の画面が出ていると思います。次に A パワーミラーを起動してください。で、A パワーミラーが起動すると、こういった画面になると思います。この状態で iPhone の画面からミラーリングソフトを指定してあげてください。リアリティを起動するとこのように画面が表示されていると思います。そして OBS の画面からソースを追加していきます。追加でまずウィンドウキャプチャーを追加します。これで OK を押します。で、この画面からウィンドウの A パワーミラーライブ配信というのをクリックします。そうするとこちらの OBS の画面に表示されるようになります。 OK を押します。そしてこの状態で画面を合わせていきます。オルトキーを押しながらマウスで調整することができます。あとはこう広げてサイズを合わせていきます。そしてリアリティの背景はグリーンバックに設定しておいてください。グリーンバックの設定の仕方はクローゼットから背景設定というのがあるので、この画面で緑色のボタンを押して保存、このようにグリーンバックになります。詳しいね、使い方なんかは以前動画を上げてるので、そちらもご覧ください。そしてこの状態でウィンドウキャプチャーのフィルターを追加したいので、ウィンドウキャプチャーを右クリックしてフィルター、そうするとこのような画面になるので、プラスマークを押してクロマキーを押します。で OK で、色キーの種類が緑になってるのを確認して閉じる。そうするとこのようにグリーンバックから背景に馴染むようになります。で、このままだとちょっと寂しいので追加で背景を入れていきます。試しに画像を OK を押して、で、画像ファイルは好きなのを自身で用意してください。で、画像の方を用意したんですけども、こちらのソースの順番が違うとこのようにアバターの方が隠れてしまいますので、ウィンドウの方を上にして画像を下にしてください。そうすればこうやってアバターを前に表示することができます。配信をしたい場合は配信を開始、録画する場合は録画ボタン、そうすれば OBS で録画や配信をすることができます。そしてこの状態でボイスチェンジャーを使ってみたいと思います。 OBS の設定の方でやることといえば、こちらのマイクの部分ですね。マイクのこの歯車マークを押していただいて、プロパティを押してください。そうすると、デバイスが表示されるので、こちらのデバイスを最初に準備した、こちらですね。VB オーディオバーチャルケーブルというのに設定の方を押してください。それではですね、次に恋声を起動してみてください。恋声を起動すると、このような画面になると思います。設定から録音デバイスで自分が使ってるマイクを設定します。次に再生デバイスで VB オーディオバーチャルケーブルに変えます。そして OK を押します。次に声の高さと性質の調整をします。今回はあらかじめ設定しておいたものを使っています。そして設定が終わったら、こちらのマイクのボタンを押すと、その声が反映されます。試しに喋ってみます。マイクのテストをしています。マイクのテストをしています。聞こえますか？マイクのテストです。以上です。このようにね、ボ
イスチェンジャーをしながら使うこともできますので、ぜひね、試していただければと思います。今回紹介した方法を使えば、リアリティのアバターでボイチェンしながら OBS で配信や録画をすることができるので、興味のある人は一度使ってみるといいでしょう。以上で、リアリティのアバターを使って OBS で配信や録画をする方法でした。それじゃあまたねー。